ね。崩れるんですよ。もう頑張ります。感動しました。はい、吉田です。今回はですね、九州の玄界灘に来てます。で、こちらでですね、タイラバをやってみようと思うんですけれども、今回は秘密兵器を2つ持ってきてます。こちらですね、遼河の1012ですね。今までの遼河より一番サイズ小さいタイプですね。そしてタングステンのラバージグですね。これも、新型で、こちらの2つを使ってこの玄界灘のタイを釣ってみたいと思います。ライトジギングに新たなるときめき、遼河 BJ-C1012PEHW。 遼河 BJ のダウンサイジングバージョンが早くも登場。90mm のダブルハンドルはタイラバ、タチウオ、シーバスなど一定のリーリングスピードが求められるゲームに最適。搭載された機能を紹介しよう。ラインの放出に合わせて駆動し、スムーズなルアー落下を促すシンクロレベルワインド。強力なギア素材のセッティングを高精度マシンカット技術により消化、ハイパーデジギア。従来のこのサイズのベイトリールをはるかに超える最大ドラグ力で不意の大物に備えるアルティメットトーナメントドラグ。万が一のストッパー逆転でも安心、パーフェクトダブルストッパー。マックスドラグ7キロのパワー、遼河 BJ-C1012PEHW。 そして元祖ロングネクタイタイラバに待望のタングステン仕様、ベイラバー TG。 コンパクトでヘビーウェイトなタングステン製だから素早く沈降、潮が速くてもしっかりボトムが取れる。フックとスカート、ラバーはセパレートタイプ、状況に合わせて着脱が可能。この2つのニュータックルがあなたをタイラバマスターへ導く。満を持して玄界灘へ投入されたベイラバー TG、 そして小さなボディにパワーを秘めた新生遼河、ファイトでの活躍が期待できる。今回この遼河、見た目の印象でも2000サイズより一回りほど小さい。コンパクト化にはどのようなメリットがあるのか、吉田はこう語る。今回発売の遼河の1000番ですけれども、まあ、最初に先行して2000番が出てるんですが、単純にね、こう大きさが小さいんでね、僕みたいな手の小さい人間でもね、こうホールドがしやすいっていうのがね、一つのメリットなんですけど、まあ、小さい分だけ余計に軽いと、ね、こういうタイラバとかね、タチウオのジギングみたいな短いピッチでやるようなね、そういった釣りには非常に向いてます。ですからね、この大きさでしたらバスとか、アオリイカですね、そういった釣りにも十分使えるんですけど、まあ、この専用のね、ジギング用のハンドルがついてるんですけど、こういうタイ、タチウオ、魚とかね、こういう釣り非常に使いやすいリールになってます。お、来た。です。お、レザカナですかね。見ました。アコ、キジハタですね。アコでした。ありがとうございます。はい、アコですね、キジハタが釣れました。タイラバとかね、インチクやってたら突然飛び出す嬉しいゲストです。専用で狙おうと思えば
ボトム付近からね、15メートルぐらいまで、何回もオープンさせて、そこを叩くやつね、やっていけば狙えるんですけど、まあ、平場にはこういうね、根坂を狙って楽しむ、一つ楽しみ方としてありますので、そういうポイントがあるんだと思います。美味しいですよ。餌かと思ったらラバーでした。ぶっ壊しさせるなみたいな。今回ね使ってるのはこの TG ベイラバーですね。タングステンのヘッドを使ったあのラバージグなんですけれども、まあ、前作のねベイラバーと比べて小さなシルエットで重たいラバージグを回転に沈めれるっていうねメリットがあるんですけれども、まあそれ以外にですね、今回はねこの前のラバー部分ですね、これをフレアを大きくしてますので、根魚ですね、根魚とかヒラメといった魚にものアピールが大きくなっています。さらに、まあ、ロングネクタイですね、ベイラバーの特徴なんですけど、これを装着していることによって、アピールが大きくなるというメリットと、針の部分ね食いやすいっていうメリットが、ね、あるので、話題を狙うには非常に優れたものになっています。実調開始早々キジハタを華麗に釣り上げた吉田、何かコツでもあるのだろうか。根魚の釣り方、平場落とします、底取ります、サボります。さあ巻こうか。釣れるんですよ。サボるのがコツ。あこ。何かね、ちょっとあるんで。浮いてきたよ。ガスイ。違う、おこぜ。え？鬼カサゴ。背びれにね猛毒あるんで、素手で触らない方がいいですね。鍋物ですけど、すごい美味しい魚ですけど。タングステンの力が見事結果を出した。TG ベイラバーはね、まあノーマルと違って1.7倍の比重あるんですかね、タングステンっていうのが。だからフォーリングも早いし存在感もあると。というわけでインチクっぽいね使い方っていうのもできるんでね、普通のベイラバーでやるよりも根魚は取りやすいですね。そこをきっちり取ってちょっとから、落ち着いてサボってからシュシュッと巻き上げればヒラメとかハタ類ね、ガシラ、それそういうのがねウハウハ食ってきます。で多分ね根魚、またもやベイラバー TG が効力発揮が根魚、あ、バレた、煽る、いや、いいですよ船長、バレた。いや、もう巻き始めが重たかったから、ほら、重たいです、ほら、これは魚や、あ、乗らんかった。くそー、バレた後も果敢にベイラバー TG にアタックし続ける根魚、そしてネザカナ、3度目の正直、こんなに魚や絶対これ。ほぼでした。取れた。ほぼです。泣いてる。3回ぐらい上げて落としてね、当たってくるんですけどね、全部乗らなかった。3度目正直乗りました。グーグー泣いてます。これはね砂這うやつなんですけど、まあ、日本海とかね、レンコダイと一緒にねよく釣れる魚です。意外とね、ルアーも追いかけてくるんでジグでも釣れるんですけど、平場でね割と簡単に釣れる魚です。狙って面白いです。逃がしてくれ、楽
頼むわ、逃がしてくれ。反応出ました、はい、今ね、ボトムに反対の反応があるみたいです。ちょっと食事タイム入ってるかもしれないんで、じっくり。船長から今回のメインターゲット、マダイの反応があるとの報告。乗ったで。この引きは、これはタイの引きですね。おお、頑張ります。そこからね、3つで引ったくってきましたね。すごい風悪いですね。上の方まで追いかけるんがあんまりないんでね、さっきから当たり底の方ばっかりでしたけど。2000サイズと比較して大幅にコンパクト軽量化した今回の漁がだが、マックスドラグは7キロを誇る。マダイの強い引きも余裕で迎え撃つ。見えた？見えた？見えた？よっしゃ、エトかかっと。玄界灘のタイ釣れました。遼河の旋盤と、TG ベイラーバのセットで釣れました。と、ね、浮かばせ目用のセットをしとったんですけど、ここはね、今海域的に50メートル弱のところで攻めてたんですが、まあ、ドテレ流しでね攻めてる上で、重たいタングステンのジグでね、きっちりそこの方を這わすようなパターンで釣れました。ね、まあ、本来ならふわふわさした方がいいんですけど、もうさっきからね、そこでしか当たりがないんですね。だからちょっとはわすような感じで、攻めてみました。パワフルで美味しい魚です。今日は一日ですね、この塩化の海のような玄界などで、このベイジギングを楽しませてもらいました。マダイをねメインに やっていったんですけれども、キジハダとかね、いろいろなゲスト飛び出して非常に面白かったです。今回ね、このタングステンの、ラバーですね、これが発売されることによって、もっと深いエリア、もっと、違った魚種っていうのをね狙っていけるんで、ぜひね、こういったね海で楽しんでいただけたらと思います。さらにですね、今度の発売される遼河の旋盤ですけれども、コンパクトでパワフルで、非常に使いやすい仕様になってますんで、この2つでぜひ、ベイジギングを楽しんでください。